こんにちは。今日は今年だけスポーツの日です。普段はね、10月の第2月曜日なんですけどね、なぜかね、今年は今日が体育の日。それはね、なぜかというと、東京オリンピックの開会式がね、実はね、今日なんですよ。延期されたけどね。ここじゃないパラレルワールドでの話になるんですけど、この東京オリンピックに向けて、実は2017年から7月24日はある日になったんですけど、それが何か分かりますか？そうなんですよ。実はね、今年一気に推進されたテレワークの日、テレワークデイなんです。これはね、2012年に開催されたロンドンオリンピックね、ロンドンオリンピックの時にすごいね、ロンドンはね、交通渋滞がすごいあるんで、ロンドン市内で、通勤、ね、にすごい支障が出るということで、ロンドン市内で、テレワークを、ね、導入したんですよ。で、結果としてね、すごいね、交通渋滞が回避できて、それにね、プラスアルファテレワークを導入した企業はね、事業継続体制の確立もできて、で、生産性やね、従業員満足度の向上ね、すごい上がったと。満足度が向上して、テレワークがあったおかげで、ライフワークバランスが、改善されたという結果が出たので、今回のね、東京オリンピックに向けて、2017年から、国がね、そういう活動を始めた。でもね、今回ね、本当もう別の要因で一瞬でもテレワークが普及しちゃったんですね。本当ね、これね、もうなんだかなっていうね、オリンピックも延期になり、でもテレワーク自体はすごい進んだというところですね。